3、はい、ウエストです。本日は男の料理対決シリーズ第3弾、はい、男の丼王後編でございます。おい男の丼王なんか前半のさ、はい、MC のテンションと違うから男の丼王を開催したいと思います。あー前回食べ過ぎてお腹いっぱいだったから違います。前半のチームのレベルが高すぎて後半のプレッシャーがやばいだけ。あ、そういうことね。はい、後半やばい。今までにないぐらいちょっとレベル高い高得点。そうね、最高得点でも49ですよ、うん、すごいですよ。やばいわ。後半チームは浜田、小谷、そして流星、この3人で戦っていきたいと思います。はい、はい、エプロンの人ですね。はい、じゃあもう早速いきます。うん、ね、いいですよ。もう早速いきましょうか。じゃあえ、どれぐらいかかるの3人。結構かかる。めっちゃ早い。俺3分早っ。あ、ごめん、まあ、確認やねんけど、これ丼作る材料丼です。それがメイン丼。いや、もう全てがメイン全てがメイン全員主役そう、当たり前、その誰か一人目で出すとかで全員主役。もう今の時代に合ってますね時代の中でも考えた丼になってます。ウエスト男の丼王対決、スタートです。メトレします。マジで流星の丼作る材料じゃん。アスパラ丼なんです。まあ野菜も取っとかんとなという。野菜は大事ですよ。今は入れないです。あ、かっこいい。よくあるじゃん、はい、やってますね。だいたい、ここは鶏肉を最後に散らして横丁で炒めて、卵絡めて、あ、最後です。ご飯の上にパラパラやって。シンプルな。これは何だ、ね、炙ってるのかな。ちょっと飽きたくなってるのかな。炙ってるのかな。侍みたいな。に米食うのって俺使いますね。はい、最後、卵、ね、はい、完成で、どうですか。イメージではどうですか。うん、食べそうですね。もうなんか食ってるもん食ってるもん、食ってるイメージになるもん。これネギあれば完璧すぎる。完璧です。楽しみですね。ほんなら、もう最後作ってもらってよろしいですか。もう作っちゃうとね、あの米冷めちゃうんすよ。あ、そうか、そうか。何してるんですか。流星のアクセサリーつけたら取れへん。ごめんね、なんかやりました。シルバー好きやから。やばい。似合わねえ。似合わねえ。いやいや、似合わねえ。じゃあ、綺麗にね、切り込み入れて。丁寧ですね、この人。まあこの格子状に入れておいた方が火の通りも早く。なんかめっちゃ慣れてる感じするもん。これ何肉？胸でしょ。あ、じゃあチェストミートです。チェストミートです。胸。チェストミートです。じゃあ持って帰るか。持って帰るか。もらうか。流星ごめん。生きて流星のやつつけたら取れへんくなった。お前外せて。外れへんねんもん。外せ。いいから、ここは任せて、お前は丼に集中しろ。似合ってんの。似合ってんの。ここは俺に任せて、お前は行け。外れへんねん。外してもらった。外れへんねん。ハンドソープとかつけたらいけるから。お前はこんなとこで立ち止まっていい球じゃねえ。うおー。うるせえな、こいつ。うるさいな。うおー。浜ちゃんも何してんの。何もしてんねん。何もしてんの。うろうろしてるよ。何してんの。2人前分を持ってきたって。あ、そうだね。シラスね。シラスをね。どうすんだろう、流星とネギを。で、まあ2人前なんで白だしをまあ大体大さじ2ぐらい。おえ。もう味付け以上です。簡単。もう味付け以上です。うまそう。もうだからもうザ男の料理、ね、最高。混ぜ。混ぜちゃう。まあ下味ですね。下味ですね。その料理酒入れるのは何かポイントなんですか。なんでですかね。大体日本の料理って料理酒入れますよね。なんでか言う。なんでか言っただけ。なぜなんですかね。で、それは。片栗粉っすね。これであのタレとね絡みやすくなるんですね。いいね。ホタテ結構美味しそうやん。まあね。
ストレッチでもしてます。ほんま大丈夫な浜ちゃん。それみたいな。ごま油確認してる。はい。いいですね、ごま油で炒める。ごま油が世界で一番美味しい油です。わかる。まあ確かにいろんな油ありますけどね。ほんちゃんまだやれへん。ほんちゃんもう、のんちゃんはもう注ぐじゃない、予測とこぐらいで。ほんちゃん全然やってない。いけるって。ただのしらす丼とか作ろうとしよう。いや、わけないじゃないですか。あれなわけないやんけど笑いやない。なわけないやん。何言っちゃってんの桐山さんみたいな。そうやね、なめんじゃないよの笑いやん。ごめんなさい。多いな。絶対うまい。まあでも2人前なんで。それタレなんすか。これですか。はい、醤油とみりんとちょっとお砂糖と生姜チューブ。あ、生姜チューブめっちゃきた。もうこれもうどかしましょう。あ、もういらない。いらない。包丁とか使わない。この前に片付け始めてるから。どういうこと。もういらない。いや、包丁使わんらしい。あ、一応いいね。火は使わない。火は使うね。火は使う。よっしゃ、じゃあそろそろ始めましょうかね。お、来た。動きました。動いた。動き始めました。米つきます。え、もう、もう米。はい。のんちゃんもうまっちゃうな。なんかお弁当思い出すわ、のんちゃん。いいな。うん、なんやかんややっぱ選手の C のを見て思ったけど、やっぱ色味って大事じゃない。そうそう、茶色、白、赤、緑とかさ、いっぱい入ってるからぶんまっちゃう。そうそう、そうそう、全然そうそう。あ、もう米ついた。それではいきましょう。ついていきます。はい、チョキ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 。おい、チョキ、見た目の話した後やったの。おい、チョキ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 。おい、チョキチョキチョキ。ハサミで。おい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 。で、おいおいおい。まだネギに煮立たせてるだけ。うん、まずここで振る。これね、ポイント、つぶしながらいってください。香りがね、香りが出ます。ベーコンしらす丼。そう。つぶしながらまぶすと。はい。で、その上に、しらす。もう一回、あ、ほんまにできるやん。もうしらすをまべなくやってくださいね。 OK ですか。じゃあ、え、天かす行くん。行っちゃいます。マジ行きます。うわ、水分ほぼ取られる。そうです。あ、そういうこと。いいんすよ、取られて。なるほどね。普通のね、しらす丼作ったら、まあまあまあ、そりゃそうなんですけど、はい、ここにポイント、白だし。白だしで、一応ポイント、ちょっとヘルシーに食べたいなという人はオリーブオイルをこの後かけてください。オリーブオイル。いやけど、男の飯ということでごま油かけます。あ、いいっすね。ごまもかけて、ごま油もかけると。ティリ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 ティ。ほいたら、へたら、ヘタラ。あ、来た、ベーコン。あ、ベーグン。あ、ベーグンは、うん、これちぎる。これね、こんな感じ。適当にちぎってください。あ、もうサイズ感とかもバラバラでいいんですね。あ、もう大体でいいですね。大体で。はい、これに上から。うわ、うまそう。みんなもうできるで。うまそう。天かすってどう。これ、あ、トロッとさせるんや、あえてかけて、これで、まあ、ちょっとちっちゃめの蓋ですけど、蓋をすると。はい、ここで。みんなもできるで。はい、ここで、こちらで、アブチューズバーナー。貝柱置きみたいになってるやん。何これ。よっしゃー、できたー。できたー。これ何ですか。できた。これじゃあインサート取っていいですか。インサート取ってください。出来上がりなんですね。で、完成です。うわ、うまそう。ええー、色してるわ。よっしゃー。じゃあ2人前いくよ。うまそう。うまそう。間違いない。やめろ。ちょ、俺のブランディングおかしくなるからやめろ。自分マジでセルフやから。なあ、あなたセルフがもう、いろいろさ、セルフがミスってんだ。いろいろさ、主演とかも やったりするのに、そうやってやるから、俺が
シュッとせえへんやん。勝手にやってるだけやん。だから俺が木村くんみたいになられへんやん。なれるわけないやろ。木村くんそんな顔せんやん。でっちゅう。でっちゅうやめろ。怒られてしまう。匂いでな。お、いいですね。ハイカラ飲んじゃなかったこれ。そう。僕のうまい。あ、わしたことない。ピザとかさ。ペペロンチーノ。まあ、しょっぱいしょっぱい。じゃあ持っていく。持っていきます。流星なんか渋い顔で美味しそうな料理作るやん。気づけ。キモ。気持ち悪い。キモ。気持ち悪い。お前ブランディングどうなってんのお前マジで。お前のせいで。マジで。俺何も言ってない。な、二枚目。はい。あ、怖い怖い。あ、怖いよ。まあ、下持てばいいよね、丼の。え、暴れてないやん。こんな感じで炙りましょう。違う、炙れてないやん。よっしゃ、完成。どうした？食べに行きますか？行こうか。行こう。チャーハマのこのタイトル何ですか？ご飯のタイトルあります。はい、聞いてる。僕はですけど、名前あります。絶対にそれ行きますよ。はい、名前ですか。うまくなかったら、お菓子ラス丼。お菓子ラス丼絶好調じゃないですか。いいよ、ネーミングはネーミングいいですよ。お菓子ラス丼や。お菓子ラス丼ね。最高やな、おばちゃん。うまく欲しく入ってないね。これでも一応炙ってるんですよね。あ、もう炙ってる。これ一応炙なんか音ゴーって聞こえてたんですけど、うん、炙ってる。あ、人これ炙ってた。これ炙ってない。でもしっかり炙ってるもん。いや、流星流星、これ炙りみすぎです。炙りみすぎどうや。炙りみすぎの容疑で現行犯罪。じゃあいただきます。いただきます。うまい。しょっぺ。めっちゃしょっぱいな。しょっぺ。ベーコンもしらすもめっちゃうまいやん。いやいや、ベーコンとしらすのその塩味と白だしが濃すぎてめっちゃうまい。しょっぱい。うまいって。最初うまいけど、最初うまいって、ね、うまいね、おいしいけど、シンプルにしらすのうまみがくるから、うん、くるよね。あとは全部しょっぱい。なんか荒波の上で、うん、何しろってしょっぱい。そう、意味で。さあ皆さん、採点のほどよろしくお願いします。はい、じゃあ僕のうまくなかったらお菓子出す丼の点数はこちらです。せーの、ダン7 7 6 5 5 4。あれ34点。おい、どうなってんねん。いや、うまかったよね。味はもう美味しいんやけど、次の日ビビるわ、これ。顔パンパンなの。なるほどね。うん、しょっぱすぎて。俺は本当に作ってる時からバーナーの音が聞こえて、聞こえて炙ってるわこれ、楽しみやわって思ってたけど、これ炙れてないから、これは炙り未遂の容疑で現行犯逮捕。食べてみた、優先。これが何丼？天かす卵とじ丼。天かすたらこ、天かす、これでも難しい。これうまい、うまそう。本当に料理できない人も多分できる。ああ、簡単に。これ大学の学食にあったの。ハイカラ丼ってのマジで。ああ、いや、このグループでお前だけや大学行ってへんの。行ってんのこれだけや。あんま言うな。あんま言わんもん。言わんかったらバレへんから。あ、じゃあいただきます。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 うまい。うん。うまい。うまい。うん。え、何この食感。すっごい懐かしい。そんなたこ焼きの味もするし。うん。へえ。うどんの横についててほしい。そう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 。あ、何これ、初めて食べた。初めて作ったこの食感。でもやっぱこの節約飯でもあるっていう。そうだね、確かにそうだね。うどんの横やな、完全にうどんの横。うどんのサイドか。あ、難しいな。サイドか、サイドか。サイドメニューでいいんだ。じゃあいきますよ。はい、しげちゃんのせーの。お願いします。すいません、流星の丼、せーの、ドン！ 8 点、8点、7点、7点、9点、8点。お、合計はなんと47点。おー、いいね。
高得点。高得点でしょ。高得点です。いいじゃないですか。これほんまに夜中に家にあるものだけでできるもん。でもこれさ、ほんまにネギと卵と三つ葉、ね、ネギと卵天かす、まあ、三つ葉最悪なくてもね、うん、確かに。あと白だしだけで楽勝やな。絶対ある。 3点やってまうなこれ3つだけで。ええー、なー、ほんまに節約やけど、節約にしてはちょっと味が美味しすぎるぐらい。そうやね、やっぱ天かすも味し締まってるからな。そうそう、天かすと白だしでも完璧な。天かすって結構味すぎるな、うん、さあラストですよ、のんちゃん。これいいな、はい、これは何丼なんですかこれ。チェストミートの甘辛丼。なんで鶏胸肉でいいの。チェストミートね、胸肉でいい。これはのんちゃんは普段、はい、普段食べてるやつ。普段は僕あの鶏もほんまに塩コショウで炒めても丼のせるんですけど、まあ、それに飽きてきた時に、あ、味付けですね。はい、うん、やばいな、これ最強、うまいね、これ最強。うわ、おい、これはまあ玉ポイント稼いでる。稼いでます。あ、これ市販です。あ、じゃあ温泉卵。市販鶏好きやから。そっか。じゃあいただきます。いただきます。うわ、うまい。やば、うまい、うまい、うまい、あ、これうまい。うわ、マヨネーズ欲しいな。え、テリヤキっぽい。うん、あってもうまいな。うん、片栗粉に味しまってるね。うまー、焼き鳥屋さんの締め。うまい、うん、あ、うまっ。じゃこれチェストミートはもう柔らかいな。柔らかいチェストミートしてるな。ジャスミン、うん、ちょっと、あー、これうまい。マジでみんな勉強しすぎちゃう。鶏の1世帯の平均の消費量は上がってるらしいな。そうなんだ、牛肉離れしてるらしい。そうなんだ、今ワイドショーでやってた。何だろうね、出た。テレビで見た話ここにする。こういうテーマの切り口どうなってるの。せーの、どうこうします。せーの、ドン。9点、10点、8点、8点、10点、10点。おお、これ高得点じゃない。なんだ55点。55点ということは、前半戦と後半戦今回戦ってきました。並んだ。そして、うん、並んだのは小滝さんと重岡の55点です。うわー、2人取った。これはということは、男の丼量はダブル王者小滝。いったー。嬉しい。オリンピックでもたまにあるもんな。そうね、金メダル。あらあら、そうやな、一番平和や。うわー、なんかいや、でもすごかったもん。二人とも王座は初めてですか。初めてです。ご飯系では。あ、俺も初めてです。すごい。あ、チャーハン誰でしたっけ。チャーハン、パスタは、ほら、ほら、初めて、初めて、まあ、高かったな。おぉ、取ってんのが俺と、流星と、アマちゃんね。おぉ、腹立つ。いやでも、まさかスーパームミブラザーズから王者が出る。王者が出る。ちょっと、頑張らなあかんよ。何やったらいいの。寂しいな。ジャンル、ジャンル、ジャンル。これは次行くんじゃん。あ、浜ちゃんちょっと。カレー、カレーとか。これやったら取れる。今回俺企画したからな。あ、そうか、そうか。カレーやったら負けるし。カレー。え、ぶっちゃけこれでいけると思って。これで。ダントツの最下位やってる。焼きそば。カレーは？あれ焼きそば一緒か。カレーはちょっと俺も時間かかっちゃうからさ。3時間は。仕込んどいて。食べたしな。だから、ここなんかね、パフェやったらね。考えときましょうか。次回までに考えときましょう。ということで、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、そして高評価のほどよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。真似してみて。3時半ぐらいから飲んでまして、で今もう6時、7時前マネージャーの面白いとこは、6万使って大丈夫かって聞いたら、大丈夫です、カードなんで。